bcl, bcl BC とは、放送、特に短波による、国際放送を受信して楽しむ趣味を指す。bcl とは、講義では、放送を聴取して楽しむ趣味のことを意味している。競技では、主に短波を使って行われる国外からの放送を受信することを意味するが、欧米では、swl, リスナー、短波無線通信の聴取、聴取者や、などとも称される。 日本で SWL というと、主に趣味として、アマチュア無線や、業務用の通信局の無線通信を受信し、QSL カード、正しくは受信確認証を発行してもらうこと、または、ものを意味することがあり、他に、デラックス、ディスタント X、ロングディスタンスイコール遠距離の E、アマチュア無線、BCL における、遠距離通信の受信を指すこともある。受信者が、受信した、 放送局名、受信年月日、受信時間と時刻、受信した、周波数、受信状態、進歩コードによることが多い、受信に使用した受信機やアンテナの状況、受信を確認できる放送番組内容の概略と、その感想などを記述した受信報告書放送局に送ると、受信したことを証明する受信確認書を、 ベリカード、ベラファケーションカードの日本式省略が発行されることもあり、それを収集することを趣味とする人もいる。アメリカのボイスオブ、アメリカやソビエト連邦のモスクワ放送、後のロシア連邦のロシアの声のように、太平洋戦争中から日本語放送を実施していた放送局もあるが、多くの国々からの日本語放送は戦後開始された。 戦中は高性能受信機の所持すら規制されていた。もし発覚すると反対制派として外国の指令を受け、またプロパガンダ情報を大日本帝国国内に流すスパイ容疑で特別高等警察に連行された。許されたのは当時外務省情報部の組織であったラジオプレスのみであるが戦後真空管によるスーパーヘテロダイン式のラジオが広く流通し、それは メーカーシェは限らず、放出品などの部品を用いた自作ラジオの売買も盛んであり、オーディオマニア兼ラジオマニアが生まれた。1970年代になると、主に小中学生の間で国外の短波放送を聴取することが流行し始め、多くの家電メーカーから短波が受信できるラジオが発売されるようになった。いわゆる PCL ブームが社会減少化し、 多くの小中学生が製品カタログに夢中になり、少しでも安く BCL ラジオを入手しようと、安う自電機店が多い電気街、東京では秋葉原、名古屋では大須、大阪では日本橋などへ集まった。1974年1月に放送開始された日本短波放送イコールラジオ短波、NSB、後の日系ラジオ社イコールラジオ日系の BCL 番組、 ハロージーガム、三菱電機提供は、もともとの狙いは、日本単波放送の聴取者総拡大であったが、予想以上の人気を集めた。家電メーカー各社は競って、高性能単波ラジオを製造、販売するようになった。ソニーのスカイセンサー ICF-5800、ICF-5900、ICF-6800。 ナショナルの RF-2200.2600-2800.8000、00. 00, 00. 000, 東芝の RP-2000F といった高性能マルチバンドラジオである。これらの中にはダイヤルからの受信周波数読み取りが可能なものもあり、最終的にはデジタルディスプレイによって数値直読が可能なところまで高機能化した。特にソニーとナショナルは人気を二分し、前者が提供する。 BCL 番組、BCL ジョッキー、TBS と、校舎が提供する、BCL ワールドタムタム、日本タンパ放送もあった。BCL ブームが起こるまで、日本には、同人誌的なもの、JSWC こと日本タンパクラブ、KDXC こと関東ダクサースサークル、NDXC こと名古屋ダクサースサークルなど以外に、BCL 専門の書籍や雑誌はなかった。 ブームと共に、月刊、ラジオの制作、電波新聞社が BCL 関係の記事を次第に充実させていった。1975年12月には、別冊として BCL マニュアル、山田工事編を、刊行、すぐに品切れとなり番を重ねた。以後、BCL ブームに便乗して、類書の出版が相次いだ。また、1976年1月には、月刊、短波、 日本 BCL 連盟発行、1983年休巻が創刊され、多くの購読者を獲得した。日本 BCL 連盟は1980年1月にデラックス年間を刊行し、本格的なマニアの要望に応えた。さらに、放送局が放送開始前に流すインターバルシグナルを収録したレコやカセットテープも発売された。また、趣味がじて、 自分で電波を出したいという中高生らがアマチュア無線の資格を取得するなどアマチュア無線技師の増加にもつながった。なお、ラジオの制作は1999年4月に月間での発行を休止、同7月から期間ムック形式で発行すると予告していたが、その一冊のみで事実上完全廃刊となった。現在 BCL の情報を定期的に掲載している。 ものとしては、ラジオライフ、三サ歳サブックスのみで、同雑誌では、2006年からそこからの派生雑誌、ムックとして、ラジオマニアを年間で出版。2010年以後は、国内放送は、さっきと同じ題名、国外放送については、BCL ライフ、2008.2009年は、これの前身として、再び始める BCL、2008.09年度版を、 初と題して観光している。欧米における BCL は従来より大人の趣味であるが、1 9七十年代の日本の BCL ブームの主役は小学生から高校生にかけての若年層だった。特に多彩なデザインのベリカード収集の魅力は若者を引きつけた。しかし、外国語の放送を楽しめるだけの語学力がなければ、ベリカード収集後の目標がなくなってしまい。 その後ブームが下火になった原因ともなった。1990年時点の日本では、中高生はパソコンやコンピュータゲーム機、FM 放送などに流れ、b c l の中心層は社会人になっている。東日本大震災後、ラジオの有用性が見直され、2011年現在の日本では、欧米同様、b c l は大人の趣味として、 かつての中高生らが成人になり、再び BCL を再開したため根強い人気を保っている。国際放送各局の番組担当者によれば、日本では2000年以降、いわゆる復活組といわれる30から60歳代の参入により、BCL 人口は再び増え始めている。BCL の対象となるのは、国際放送局ばかりでなく、遠隔地にある。 国内ローカル放送局、または近隣においても微弱な出力電力で運用されている放送局などが対象となる。夜間にしか受信ができない国内外の中波局も、夏など特定の時期の突発的な異常電波、イースポでしか受信ができない国内外の FM 局や VHF テレビ局も受信対象となっている。難易度の高い受信を行うためには、小利得のアンテナの使用、 受信機の工夫など無線技術の研究が必要であり、加えて電離層などのコンディションを推測するための自然科学系の幅広い知識、わずかなチャンスを逃さないための根気強さも必要とされる。BCL はアマチュア無線と同じく無線通信技術の向上、発展に寄与してきたことを忘れることはできない。すなわち受信報告は無線通信の黎明期より 電波電波の仕組みの解明、また受信技術のみならず、送信技術の向上にも寄与し続けてきた。放送局側が各地のリスナーから受けた受信報告を集計、分析することによって、次局の中波放送アンテナの理論的特性を実証している事例もある。デラックス ER、デラックス受信を楽しむ BCL のことには、無線技術の研究、開発や、 根気強く最良のコンディションを待つこと、壁地等にキャンプして最良となる受信環境を作り、ペディションという度な受診を行うことなどをベリカードの収集よりも優先する人がいる。また、1970年代から1980年代に、 かけて流行した BCL ブームを懐かしむ30歳代から40歳代の経済的に余裕が出てきた代による買い越し味的な受信機の収集、あるいは特定の国に対する興味関心により、その国の放送を聞くといった人もおり、幅広い楽しみ方があるのが特徴である。BCL を楽しむために必要な技術やノウハウの多くは2013年現在、本などの出版がほとんどない。 あっても3歳ブックス発行の専門誌程度ことから、主に個人の試行錯誤や経験によって獲得され、ものが多くなっている。このことは、趣味としての BCL に奥行きを与える、ファクター、要因である一方で、初心者が BCL に親しむための障害ともなっている。しかし今日では、それぞれのサブテーマごとに、インターネット上のブログ等でこれらのノウハウ等が、公開。 共有化されることにより、従来の BCL 書籍が果たしていた機能が、横に複数のサブテーマごとに連携し、作創する一つのバーチャルコミュニティにより果たされるようになっているのが特徴的であり、今日の BCL では、全国的な単一組織は持たず、複数のリーダー的な人物を中心として広がる。仲間が、さらに作創して形成する。 束縛のない極めて緩やかで自由活発な個人の連合体となっている。日本での1970年代の BCL の楽しみ方の主流は個人によるベリカードの収集であったが2013年の BCL はブログなどを中心に受信記録を交換したり通信技術やペディションを取り上げる、すなわち趣味を通じての人間的な交流を 楽しむという面が大きくなっている。BCL ラジオとは、BCL のために使用する高性能なラジオを総称したものである。国外放送局や遠距離局を受信するためには、一般のラジオ受信機とは異なる性能を有する、高性能受信機、イコール BCL ラジオが必要である。例えば受信周波数が広範囲であることや、受信感度が高いもの、 隣接周波数の信号を分離する選択度が鋭いもの、外部アンテナ端子を有するもの、受信周波数が読み取れるものなどである。受信用ラジオや録音機などを据え付けた受信部屋をアマチュア無線愛好家に習い、シャックと呼ぶ。1970年代の BCL ブーム期には多くの家庭用電気メーカーから BCL 用に工夫を凝らした構成ラジオが発売され、 ブームの中心だった小学生高学年から高校生にかけての学生たちはマイオラジオにかじりついた。その後、ブームの下火と共に BGL ラジオを販売する家電メーカーは少なくな、2000年を過ぎると高性能ラジオの発売を続ける日本の電気メーカーはソニーと松下、パナソニックの2社だけになった。2006年現在、日本国内では松下、 パナソニックは高性能ラジオを作りしていない2008年にラジオ単体製品自体を製造を販売しているのがソニーとパナソニックだけになっている BCL ラジオの収集コレクションについては BCL 本来の目的とは異なるしかし BCL を趣味とする者は少なからず所有するラジオに対して相応の愛情を持っており受信を楽しむから 受信機自体を楽しむへと発展して、数台のラジオを所有イコール収集することがかなりある。2008年に日本で再び BCL ブームが起きている背景には、インターネットオークションによる BCL ラジオの流通が盛んに行われていることが一因として挙げられる。中古ではあるが1970年代当時の高性能で多機能なラジオが入手でき、当時は カタログや店頭で憧れるだけで購入することができなかったラジオを大人になった時点で改めて入手して BCL を再開けるという人が多い。日本のインターネットオークションでは程度の良い BCL ラジオは発売当時とほぼ同じ価格もしくはそれ以上の高値で取引されている。ソニーのスカイセンサーやナショナル、パナソニックのクルーガ等は販売出荷数も多いため オークションの出品数も多く、価格もそれほど高くはならないが、希少性のあるラジオは相当の高値で、コレクターに取引されている。例えばソニーの CR -1 は、超廃棄から受信できる業務用であり、流通量が少ないため、少し程度が悪くても10万円半ばから20万円近い値段で取引されることが多い。 日本においてソニー以外の BCL ラジオが入手困難になっている2013年では中国製の廉価なタンパラジオが家電量販店やディスカウントストアなどで販売されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。